はいどうも、ナベチャンネルテクちゃんです。今日はね、隣さん行って、あれだよ、阿部くんとこ、阿部勝水さんからまだはずものの牡蠣ね、前回は岩牡蠣だったんですけど、今回は座牡蠣見つけたんで、そちらの方ちょっとね食べていきたいと思いますね。今日行ったっけ、はずもんだから食ってみてくれいいなって言うからさ美味しそうです。ちょっと待ってね。よし、じゃあ出雲の実地にお願いして剥いてもらいます。ういビヨーン。おい、ちち、おい、頼む。え、あ、もう始まるのな。あ、オッケーオッケー。だ、この座牡蠣の剥ぎ方、これ角落とすと入りやすいんだよな、ここな。もうちょっと落とさねえかダメじゃないの。手切んなよ。うん、なんだおかげな、手切れそうで軍手もしねえな、ワイルドすぎっぺよね。大丈夫だ、年季が違うのか、年季が、ここが貝柱な、だ上の貝切れば、ほらいいこと、ほら切れてねえ、これこれほらいいことで切れてねえ、ほらもう刃物用なんだこれ。え、ああ刃物っていつもこいつでやっと切れる、ほれ、ほらほら、おいい貝だ。ああ、なんだ、やっぱり岩牡蠣と比べると入ったな。でも座牡蠣にしてはいいな。おお、あと塩水で洗ってくれ。岩垣ブックよりは楽だとな。なあ。こいつは真水で洗っちゃうと海水ちゃうんだよな。だから塩水すぐってて、これ塩水で洗います。いや、すげえなこれ。うまそうだな。うん。おじいち食ってみろ。え？なんだ、遠慮すんなお前。いや、いい。本当か？いい、食べてよ。俺？うん。自分で食え。自分で？待ってろ今。あ、キミちゃん、ちょっとこう。今ちょっとキミちゃん呼ばったから。あ、簡単とこでいい感じ。よし。はい。こっちだ。はい。おはようございます。おはようございます。はい。あれ、キミちゃんです。キミちゃんです。はい。俺あんまり実食ばっかしてると太っちゃうからよ。バカめ、私の方が太ってってんね。いやいやいや、ガリガリになると困っちゃう。あ、だから私、うん、ほら痩せちゃう。じゃあ、あのこちらちょっと持って。はい。はい。はい、これ。うちのキミちゃんに実食してもらいます。はい、はい、ね、それキミちゃんの朝食ね。ではいただきますよ。はい、どうぞ。うん、うん、目がしょっぺ、しょっぺ、塩水強すぎるみたいな、うん、でもどうだ、イギイビだけはうまい、うまい、うん、なんか今年ハズボンだってたからよ、うん、ちょっと鼻血まって、なんだ鼻水か、足の空に向かって笑わねかなんさんかい。この子。これで今日いいこと。じゃあな。いや困ったもんだこれ。じゃあね。とりあえずあの君ちゃんにおいくるちち。じゃあもう一個向いてな。じゃあね、今回は俺の実食じゃなくて、うちのおば様ね、君ちゃんの実食でございました。あの俺も食ってみるけど。だな、うちのおばちゃんちょっと俺と一緒でイカれてっからな。じゃあとりあえず今日は座牡蠣の実食ね、おばさまバージョン、キミちゃんバージョン、はい。じゃあね、あのキミちゃんの実食終わったから、俺も実食してみっからね。よし、じゃあじっちに剥いてもらってカキちゃん見せます。ビン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 、じゃあこちら俺の実食分、うまそうだなこれな。ないや、岩牡蠣じゃなくてな、普通の牡蠣な、座牡蠣。じゃあちょっと竹ちゃんの実食レポート行ってみたいと思います。はい、チュンチュンチュン、ぐるん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 、はい、ほら手で見えねえべ、ビョン。じゃあね、こちらじゃん、牡蠣ちゃん食べてみたいと思うな。よし、
うん。あ、いいな。うんうんうん。あ、うん。プリプリして、あの甘みが追っかけてくるカキ。あ、うめえこれ。まあとりあえず今年ね、ハズモノゾカキいただいてみましたね。アドナノグリは実地に食べてもらいますね。よし、じゃあとりあえずそういうことで、ナメチャンネルこれからもよろしくお願いします。じゃあグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。はい、実地もバイバーイ。はい、じゃあねー。